ジェッツチャンネルは鎌ヶ谷工業の提供でお送りいたします。はい、というわけでですね、チーム旅行の2日目、伊藤さん今日から参加です。アウトレットの方にみんなで遊びに来ました。ここでみんなで何かしらのお買い物をして帰りたいなと思っています。何を買うの？決まってる人いるの？とりあえず腹が車買う。腹が車、財布、いっぱい買うもんあるな、お前。本当は何買いたい？ペットを買いたい。ということで、いろいろみんなで原さんに品物を勧めていければいいなと思いますので買ってきます。これって一式なんですか？これ一式じゃないですか？え、富樫さんゴルフやるんですか？2年前に一式揃えて1回もやってない。1回もやってない。打ちっぱなしも行ってない。もう行ってない。これで一式？知らないです。知らない。いやもう全然わかんなくて、はい、どのぐらいで揃えられるのかなとか。じゃあ10万ぐらいで。10万あれば揃えます。おお。原さん、はい、10万あれば揃えます。パターンはね、ちょっと伊藤さん買う感じが。あ、伊藤さん、伊藤さん買うんですね。あんまりね、聞いて短いですけど。大丈夫ですか？大丈夫。アメリカの2メーター級の選手でも35インチ使ってますから大丈夫です。はい、皆さん、どういったスポーツでしょう？どういったスポーツ？申し遅れました。バスケットボールやってます。バスケですか？ぶっちゃけは靴とかも考えるとやっぱり揃えるのが大変なところありますけど、このぐらいで揃えられるっていうのは分かったのはすごいですね。あ、どうこれ、お土産。雑貨。これなんかキッチン用品とか、ほら、新婚生活。今なんかいたずらするの探してるんですよ。奥さんに家でトラップを仕掛けたいんですよ。そういう一面もあるから。あれめっちゃ投げて。暇なの。今日誕生日だって。昨日か。なんかちょっとまだめでたいからずっと今日これでいいじゃん。ずっとこれですか。いいですけど。そしたらお父さん買ってあげる。ありがとうございます。お父さん。これ欲しいの？これどうしても欲しいの？お前バナナ嫌いって言ったじゃん。ザマールよ、ザマール。それ乗れる？いや俺ちっちゃい頃やってたよ。永遠乗れた。永遠乗れた。それが今のジャンプ力に。だからないんだ。道具に頼ってたから。おめでとう。ありがとうございます。いいよ。これ欲しいって言ってたもんな。これが欲しかった。これ欲しかったんだもんな。でこれで。あ、いい。過ごします。似合うわ。あ、いいの。いいの。本当は、まあ、コウスケの奥さんに買うやつ探してたんだぞ、みんなで。お前の誕生日探してどうすんだよ。割とフィットして。もう顔がお買い上げの顔をしてる。7万5000円以上買い上げてタード何が無料でプレゼントだって。買おう。これで買えば流れ来るっすよね、みんな。何の流れを心配したの？シレットレジ。すいません、奥の。どっちがいいの、これ。黒じゃん。じゃあこれ買ったらあれと足して7万だから、あれとして ちょっと待ってください。
グループであれば大丈夫と。いいですか。お、いけるじゃん。ゴルバックゲット。おお、さすが優しい。ゴルバック欲しいって言うからさ、やった。どっちの 色選びなよ。黒黒いいですか。全然いいわ。待って、お、似合う表情モラちゃんがスピーカー買ってるのが7万以上買うとゴルフバッグが付いてくるって言って、伊藤さんがもう伊藤さん3万5千ぐらいで買って、合わせて7万で、合わせて7万でゴルフバッグ、はい、そうです。ゴルフバッグ買ってもらった。買わないのここにいるよ。お願い申し上げます。買うよ。行ったね。行ったよ。買うって。じゃあワコーラ。ワコーラもう買ったからね。みんな買って。でゴルフバッグ買ったから全部揃えないと説あるっすけどね。あ、いますね。まあ、さっきについてゴルフバッグだけ手に入りました。クラブお願いします。クラブお願いします。坊主クラブとかないですかね。坊主クラブないでしょ。しまして、何買ったんですか。この人は服のみ。あ、安倍さんも。いや、もう普通にあのジャケット、全然あのリュック買いなかったんですけど、みんななかったので。安倍さんに買ってもらいました。ついてないし、大丈夫ですか。お前それ今日一日つけるって言ったやつじゃねえか、お前。それで帰ろう。それで運転して帰ろう。はい、ああいいね。それそれ。うちはあの作業用のスピーカーを買わせていただきました。いいな。これを視聴者のプレゼン。いやここまでここまで。ゴルフバッグもらえるっていうことで。ゴルフバッグ、ゴルフ始めるんですか。いやいや、形から。バッグの形から。これであのみんな目的の買い物もできて、チームのこの結束が深まったんじゃないかなと思いますんで、この結束を試合でも生かしたいと思います。どうしたの、どうしたの。眩しい。これで優勝できると思うんで頑張りましょう。頑張ろう。はい。ちょっと疲れたよ。ふくらはぎが歩いて。ジェッツチャンネルは鎌ヶ谷工業の提供でお送りしました。